先導役は加藤厚生労働大臣です。全国戦没者追悼式は今年で55回目を迎えます。この追悼式には毎年天皇陛下が皇后さまと共に出席しお言葉を述べられています。国歌斉唱一節の奏楽の後御唱は願います。ご着席願います。式辞、内閣総理大臣。安倍総理大臣の式辞です。天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。先の大戦において300万余の方々が祖国を思い、家族の行く末を案じながら苛烈を極めた戦場に倒れ、戦火に遭われ、あるいは戦後遠い異郷の地で命を落とされました。今その御霊の御前になって、御霊安かれと心よりお祈り申し上げます。今私たちが享受している平和と繁栄は、かけがえのない命を捧げられた皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであります。私たちはそのことをひとときも忘れることはありません。改めて衷心より敬意と感謝の念を捧げます。戦争の惨禍を二度と繰り返してはならない。戦後我が国は一貫して戦争を憎み、平和を重んずる国としてただひたすらに歩んでまいりました。そして世界の平和と繁栄に力を尽くしてきました。私たちは歴史と謙虚に向き合いながら、どのような時代になってもこの不動の方針を貫いてまいります。未だ争いが絶えることのない世界にあって、我が国は争いの温床ともなる貧困の問題をはじめ、さまざまな課題に真摯に取り組むことにより世界の平和と繁栄に貢献してまいります。そして今を生きる世代、明日を生きる世代のため、希望に満ちた明るい未来を切り裂いていく、そのことに全力を尽くしてまいります。
終わりに、今一度戦没者の御霊に平安を。ご遺族の皆様にはご多幸を心よりお祈りし、引き辞といたします。平成29年8月15日、内閣総理大臣、安倍晋三。会場の皆様、ご起立願います。天皇皇后両陛下が標柱の前に進まれます。式場ではこれから全員が1分間の黙祷を捧げます。これから戦没者に黙祷を捧げます。黙祷。黙祷を終わります。天皇陛下からお言葉を賜ります。本日戦没者を追悼し、平和を記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来すでに72年、国民のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、苦難に満ちた往時を偲ぶとき、考えは今なお尽きることがありません。ここに
過去を顧み、深い反省とともに、今後戦争の惨禍が再び繰り返されないことを切に願い、全国民とともに先陣に散り、惨禍に倒れた人々に対して心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。